はい、こんにちは。今からですね、マフラー作り液灰が完成しましたので、次はですね、このマフラーの本体ですね、チャンバー、中にチャンバーがありまして、ここからあとサイレンサーも、それからテールパイプでまたサイレンサーという形でやっていきます。今からですね、この部分、この部分200ミリまでの部分のテーパー状のパイプを作り、でここはストレートの85ミリのストレート、それからここの絞り部分、これを作っていきます。絞り部分はこういう形で、ボールのような形をに膨らまして、真ん中で切って左右の後ろの絞りとしていきます。これがうまく膨らむかどうかはまだ未定です。楽しみです。液灰ができて、次はインナーチャンバー、マフラーの中にチャンバーを入れて、エキスパンションチャンバーですね、これを入れて、テール後ろの方で、ショーンというふうにやります。はい、このようにですね、曲がり部もできまして、溶接は下手くそです。このように曲がり部ができまして、テープが引っ張りで、だいぶジェットコーンですね、できました。これはインナーチャンバーとなります。そこにですね、そこにアウターがこのように入りまして、全体のマフラーになります。その後ろはサイレンサーの中に付くというふうになります。上が実物ですね、下が今作っています。ほぼ同じような形になってまいりました。これは使い方が変わりますけど、このように溶接します。仮に置いてます。チャンバーはこの中に入っております。仮につけてみました。チャンバーのみです。結構マッチングしてます。納得のいく形になってきました。あと溶接して中のサイレンサー部分、バフルを入れる
と完成になってきます。あとプロテクターとメッキに出すことですね。あと最後はいい感じでできました。プロテクターを、YR2C の方から外して、仮に、巻き針、YR2C の実物のプロテクターを取り付けてみました。全く違和感がないように感じます。プロテクターは自作でステンレスの棒で、これ以上にかっこよくしたいと思います。